それでは2つの企業の皆様による事例発表に移ります。登壇者の皆様をご紹介させていただきます。はじめにニッパ株式会社代表取締役秋元律子さんです。続きまして、タクシー産業株式会社代表取締役藤川次博さんです。そしてコーディネーターは先ほどご講演いただいた田村太郎さんです。ではここからはコーディネーターの田村さんに進行していただきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんか立って喋るのと座って喋るのとちょっと風景が違いますね。よろしくお願いします。では後半はパネルディスカッションです。先ほども少し触れましたが、こう言うと失礼かもしれませんが、地方の中小の事例の方がいい事例がありますよという話をしまして、で実際もうあの中小、かなり大きな規模で事業をやっていらっしゃるあの企業さんでもありますが、2つの事例から、さらに皆さんの企業でどういう取り組みをすればいいのかということのヒントをお持ち帰りいただけたらというふうに思っております。まずそれぞれ各社さんから大体30分ずつぐらいでですね、事例紹介をいただきます。でその後少し私からもコメントをいたしまして、1回休憩がございます。でその間にですね、お手元の資料の中に質問用紙が入っておりますので、その休憩時間の時にお二人の発表内容、あるいは前段の私の基調講演の部分でも構いませんが、質問をですね、積極的にいただきたいと思っております。でその質問用紙にご記入をいただいて、休憩時間の間に開始をいたします。でその休憩時間に私たちであの分類をして、その後のディスカッションは皆さんからの質問をもとに進行していきたいと思っております。質問用紙入ってますか？大丈夫ですか？あまりたくさん書かれると私もあのコーディネーター泣かせな感じもあるんですが、この際ですからあのしっかりですね、あの分からない点、あるいは皆さんのお考え、うちではこうやってるんだけどこんなことがうまくいかないんだということも含めまして、今日の機会をですね上手に活用していただけたらと思っております。ぜひ質問用紙をお手元に置かれた上でお話を聞いていただきまして、分からない点はそこに書いておいていただけたらと思います。前置きが長くなってごめんなさい。ではここからですが、お二方それぞれからお話をいただきます。まず最初に、タクシー産業の藤川次博さんからですねお話をいただきます。特にパワーポイントとかはないというふうに聞いておりますが、お手元資料ですね、藤川さんの今日のレジュメがございますので、合わせてご覧いただけたらと思います。働き方改革を通じた魅力ある職場の創出というテーマをいただいております。では藤川さんよろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました福岡から参りましたタクシー産業の藤川と申します。私のところは建設工事現場なんかで、使われております足場材、これを建設会社向けに、レンタルしている企業です。工事現場というのはご承知の方もいらっしゃるかもわかりませんけども、なかなか工期に追われて休みが少ないですよね。建設会社の事務所は、休まれても、工事現場は常に空いてるというような、そういう環境の中で、当社がどうやってここにレジュメに書いてますけども、働きやすい職場環境を作っていったかということをこれからお話しさせていただきたいなと思ってます。で、当然企業ですから、そういうその働きやすい職場環境を作ると同時に、やはり、今日お話がありましたように持続していかないといけないわけですから、並行して強い会社作りということも少し、触れたいなと思ってます。で3番目にやっぱり、企業というのは社員のモチベーションをどうやって、維持するかということもこれは重要な部分ですよね。
まあ、短期でモチベーションを上げるというのは、まあ、そんなにいろいろ工夫があればできるんですけども、まあ、20年も30年もずっとモチベーションを維持させるというのはなかなかやっぱり難しい、と思います、まあ、そういう意味で当社が取り組んでいる、まあ、3番目にレジュメにも書いてますけども少し触れたいと思っています、まあ、3番目の方は時間の関係で、まあ、お話ができないかもわかりませんけども、まあ、そういう流れで、ご説明させていただきます。まあ、それで働きやすい職場環境作りということで、まあ、ここにも書いてますけども、これは一つはですね、当社が私30年近く前ぐらいに、それまで中途採用をやっておりましたけども、まあ、なかなか人材の確保と育成ということから考えますとなかなかうまくいかなかったということもありまして、まあ、新卒採用に採用方法を変えまして、で30年ぐらい前だと結構ご承知の方も多いと思いますけど、今と違いまして結構合同企業説明会というのが花盛りで、まず大体1月2月ぐらいから、頻繁に、福岡でも行って、開催されてましたけど、まあ、そういうその合同企業説明会というのは私も初めて30年近く前に福岡で参加しました。当時50社ほど、まあ、福岡県内の、まあ、中堅中小企業を中心に、合同企業説明会を、しまして、で、まあ、50社近く企業ありますんで、まあ、やはり大学生も500名近く参加しておりました。で、各それぞれの企業のブースあるんですけども、私のブース一人も大学生が座ってくれなかったんです、まあ、非常にショックを受けまして、と同時にやっぱり当社のその魅力のなさというのを本当に、実感しまして、まあ、これではやっぱり、将来がないなということも感じまして、まあ、そこから、それをきっかけにじゃあどうやったら当社が、大学生、まあ、そういう若い人たちに魅力ある企業というふうにこう感じていただけるのか、まあ、そういうことから、をきっかけにいろいろ考えました。で、まあ、大学に行ったり、まあ、いろんな情報の中で、まあ、学んだんですけども、まあ、その中でやはり、よく言われ、何だったかをちょっと忘れたんですけど、まあ、やはり社員の基本的な権利を尊重してあげる、つまり 労働基準法をきちっと守ってあげればこれが一番大事じゃないかなというようなことを書いた本がありました。まあ、そういうこともありまして、やはりまず当社の、まあ、中小企業なんでなかなかあまりその当時、当社の就業規則あまり私も関心を持って見てなかったんで改めて就業規則を読み直しまして、でやっぱり書店に行きまして新たに就業規則のいろんな本がありますから、まあ、そういうのを勉強しまして、で改めて、当社の就業規則をきちっと見直して、まあ、労働基準監督署に改めて、提出しました。まあ、これが出発になりますけど、そこで今日のレジュメにも書いてますけど、まずその当社が30年近く前に、私が、社内に宣言したのが完全週休2日制と、それから有給休暇の完全消化ということを30年近く前に、社内に、発信しました。まあ総司官くらいまして、そんな出来やしないだろうとかいろいろ言われました。当然それまであまり就業者のこともあまり関心がなかったわけですから、いきなり社長が言ったって誰も信じないし、それからまあやっぱり営業とか幹部などとか、いやそんなことしとったらどうなるんだと、お客様は全部同業他社に取られるんじゃないかとか、まあいろいろ紙面とかで、いろいろこう、まあ、そういう状態でしたけども、まあそれでもやっぱりそうしないことにはやっぱり、若い人をやっぱり、継続して採用するのは難しいというふうに、私も感じましたので、まあ、社内にいろいろ話してきました。できるところから進めていこうということで社内にも何回もお話しましたら、やっぱり当然社員の、幹部も当然そういう環境になれればそれに越したことないわけですから、誰もそれはその反対じゃないわけです。ただできないだろうと思ってるだけで、いろいろ話しまして、まず完全週休2日制については、まあ、当社も、
その工事現場はそんなふうで、土曜日も休みということになるとなかなか支障がありますので、まあ、いろいろ考えた末に、まあ、月に1回交代で土曜日出てもらおうと、そして、その週に、その週土曜日出た社員の方には必ずその水曜日に休んでいただこうと、そうすることで、社員は完全週休2日制を維持しながら、まあ、お客様の延滞してある程度、まあ、顧客満足とまではいきませんけども、まあ、ある程度はなんとかお客様の要望に応えることができるんじゃないかということで、まあ、そういう形でずっと今日までやってますけども、ただあの当社もあのセンターが5箇所ありますけども、まあ、センター要員というのはなかなか人がそんなに多くはありませんので、交代するにもなかなか難しいんで、センターは完全周期の土曜日を休むということで、本社だけ、そういう形で、交代で土曜日、まあ、数人ぐらい、電話応対とか、まあ、商品の入出庫とかいう形で、対応できるようにしました、まあ、そういうことでなんとか、解決してます、まあ、それからやっぱり、これ今でもずっとそうですか、それからしばらくしてもやっぱりそうは言ってもなかなか難しいところもありまして、いろんなそのケースバイケースで出てくるわけで、まあ、それでやっぱり、もう一つは、これも二十数年前からずっと続けてますけど、月に一回とにかくお客様のところに行って、当社の方針とか考えをできるだけ、説明して理解していただこうと。といって営業に任せたんじゃ、営業というのはもうご承知のようにもうお客様の方ことしか見てませんから、まあ、なかなか難しいんで、営業以外の男性に、交代で月に1回、まあ、特に工事現場、これから、物が出る頃、あるいはこれから建物が立ち終わりまして、返却する時期、まあ、そういう状況のところの工事現場を営業の方から情報を全部出してもらって、月に1回ずっと今でも回ってますけども、とにかくお願いしてもらうと。でなかなか口頭では言えない、現場の監督さんちょっと怖そうな人もいますから、そういう方もいらっしゃるんで、まあ少し B5 ぐらいの紙に、まあ、たくさん要望を書くのは、欲張りなんで、まあ、いくつかそういう当社の考え方を書いたものを前当社ので準備して、それで講師の前に行って、まあ、お願いして、なかなかお願いしてもなかなか聞いてもらえないければそういうそのチラシみたいなものを渡したり、まあ、お留守であれば、あるいは、現場がお忙しいことであれば、まあ、ちょっとこう置いとくだけでも、とにかくそういう形でずっと二十数年間毎月今でも続けてます、まあ、とにかくそういうことで、とにかく周知してもらうという努力は続けております、まあ、そういう形で、まあ、なんとか完全周期を使っているというのを、まあ、まかり何も維持してます。だから有給についてはこれは完全消化もなかなかこれも、社内には、私が言っても、誰も当然その最初の頃は信じていただけないんで、まあそう言っても昇給時期とか、まあいろいろ評価の時にはいろいろ影響があるんじゃないかとか疑心暗鬼もありましたんで、そういうのに言いまして、年に4回3ヶ月おきにとにかく有給消化の悪い人の名前を全部出してもらって、それを朝礼で、ずっと、名前を発表してました。でその有給の消化の少ない方には、とにかく消化してくださいということで、まあ、年に4回ぐらいずっと続けて、まあ、3年ぐらいしましたらさすがに総務の方から、いやもう社長は結構ですと、大体もう浸透してきましたからということで、まあそういう形で同じように社内にもやっぱり社長の本気度というのと、もう一つはやっぱり社内に周知するということも含めて、3年間ぐらい続けてきました。で、まあ、社内がやっと浸透したということで、私の方はそれから辞めてますけど、総務の方は今でも続けてます。やっぱりきちっとそういうせっかく社長が言ってくれたことはできるだけ、続けていこうと、そして社内に、
宅地産業という会社がそれを守ってるんだということを周知徹底させるためにも多分総務の方が言ってると思うんですけども、まあこれは今は年に3回ですから4ヶ月おきですけども、で総務の方言ってます。それから掲示板にも名前貼ってます、ずっと今でも。そういうことでおかげさまで、まあ、完全週休2日制と、まあ、有給の完全消化ということはおかげさまでもう20年近く前ぐらいから浸透してます。でおかげさまで、大学生もたくさん来ていただいてます。まあまあ、もちろんご承知のようにデフレ社会の中で、氷河期とか超氷河期と言われた、まあ、学生にとって非常に環境が悪くなったということもありますけども、17、18年前でもちょっとテレビで、放映していただいたんですけども、当時いくらその毎年新卒採用するといっても中小企業なんで年に、まあ、大体 2,3 人ぐらい全国ぐらいしか採用してないんですけども、17年ぐらい前に400人ぐらい来ました。ですから会社説明会なんかも20何回やりました、まあ、それはピークなんですけど、それでも普通の年でも200人前後来てますし、本当にもうびっくりするぐらい学生が来てくれてます、まあ、そういう意味では非常にやっぱりこうそういう職場環境を変えたということは非常に、いい結果になりまして、まあ、そういう目でその最初にきっかけになりましたその人材の確保ということでは本当に効果がありました。で単に採用するということだけじゃなくて、最近感じているのはやっぱり毎年何百人も来るわけですから、企業当社の会社当社まで、まあ、当社福岡市でもちょっと郊外の方で昔大技あざがついておりまして、今では町名変更でなくなったんですけども、まあ、そういうところなんですけども、そこにやっぱり3月頃から6月頃までの3、4ヶ月ぐらいに、それだけ、ゾロ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 大学生が来るわけです。で会社に入ってくるわけです。それは社員にとっても非常な刺激になるわけですね。それは毎年毎年それだけ来れば、それは社員だってなんでこんなに来るんだと、やっぱりうちの会社ひょっとしたらいい会社かなと多分思ってると思います。で学生が毎年毎年そのだけ来るから社内の挨拶もいいし、で逆に学生もその挨拶がまた、いい社風だろうという、まあ、そういう環境になっています。ですから単に採用ということに限らず、社員のモチベーションの大事な部分である非常に社員にとって刺激を受けさせるという意味ではもう非常に効果があります。それから、まあ、せっかく完全就業付加税と有給を完全に消化できるようになったんで、じゃあ残業も減らそう、なくそうと、それから休止金もなくそうということで、これも取り組みまして、まあこれはもうある程度今までやってきたんで、まあある程度その、実行するのはそれほど難しくはなかったんですけど、まあ15、6年ぐらい前から完全にもうほとんど残業もありませんし、で、いろんな賞をいただいたんで、賞をいただくときに、まあ応募書に出すときに、いろいろ資料の先ほど田村さんがおっしゃったように、まあ、実績の中数値化しないといけないんで、それを出すのに残業がですね3年ぐらい出しの総務で提したんですけど、3年平均でだいたい年間1人2時間弱ぐらいの計算でした。だから多少は、まあ就業時間前に電話あったりとか、まあ、言うことがあれば多少10分とか15分とか、まあ、残業が出てくるんで、それを年間すればそのくらいになるという。それから、まあ、有給についてはもうほとんど 95% ぐらい、まあ、多少ご承知のように、翌年に繰り越しができますんで、まあ、ある程度年齢がいくと振り替えとか病気の時のために少し残す人がいらっしゃるんで、まあ、そういう意味で、本当に達成できるようになりました。で残業についてはですね、まあ、やっぱり今でもそうなんですけど、まあ、お客様と時々やっぱりトラブルは出てきます。
まあ、今携帯どこでもありますから持ってますんで、携帯で当社がもう就業時間、時間が来ると門を閉めるんですけども、閉めとくと外から携帯で開けてくれともう言われるんですけども、まあ、それ開けないですね当社はもうそういう決まりになってるんで、で、あとそうすると今度は担当営業を通して、開けてくれとか、まあ、言ってきますけども、まあ、それでも開けないとか、まあ、いうことでいろいろ後からトラブルがありますけども、まあ、そういういろんなケースバイケースで、課題とか問題が起きた時には、まあ、社内でいろいろ調整会という形で、話し合いながら、じゃあ事前に早めに、連絡があれば、まあ、少しぐらいなら、開けましょうとか、まあ、いうような話をして、でも連絡もなしに開けろと言われたら、これはもう当社の方針ですから開けないとか、まあ、そういうふうな形で社内にある程度調整しながら、まあ、やりくりしてますけども、まあ、ケースバイケースといろんな問題はありますけども、ただ基本的には先ほど言いましたようにずっと二十数年、毎月いろいろな形でそういうことも含めてお客様にお願いしていってますし、それから、電話応対する女性も、まあ、できるだけ丁寧な言葉で、できませんというのを、やっぱり二十数年もやっていくとある程度慣れてきます、まあ、そういう形で、まあ事務の方もセンターの方も、まあ、営業だけに任せずにお客様への対応ということでは、まあ、会社全体でいろんな形で役割分担しながら、お願いしていってます、まあ、多少は分かっていただくお客様も出てきましたし、もう一つはやっぱり、工事現場ですからなかなか理解していただけないお客様もあります。で、当社もやっぱり、15、6年ぐらい前に、まあ、やっぱりそういう形で、営業もよくある総論賛成、各の自分のお客様になると、いや、これは別だと、例外だとか言って、まあ、いろいろこう矛盾も出てくるんで、やっぱり会社の方針を発揮しようということで、じゃあ、もう顧客満足はある程度捨てろと、で、社員満足だけをとりあえず優先することにしようということで、じゃあ営業も、小口分散しようと、一社の売上比率をとにかく下げていこうと。で、数をたくさん、お客様を作れば少々お断れしたって、全体でカバーできるような体制ができればいいじゃないかと。つまり、下請けみたいにならないようにしようという形を取りました。まあ、具体的にはやっぱり当時一社で上位だとやっぱり、十何パーセントぐらいの比率でのお客様もありましたけども、今はだいたい上位5社ぐらいでもだいたい1社あたり 1-2% です。で、10以下ぐらいになるともうほとんど0コンマ何歩という世界で、そうなると別に怖くないです。もう我々の方からお客様ですからお断りすることはなくても、当社の方針はとにかくお伝えして、で、それにどうしても理解していただかなければ営業に言って、見積もりはどうせ断られるのは高い値段しなし出しなさいということで、向こうから断っていただくような形で、とにかく当社の方針、これをできるだけ守るためには仕方ないんじゃないかなと。その代わり全体で売上をカバーするようにすればいいじゃないかという方針を取りました。で、それとまあご承知のようにその日本はデフレ社会ですし、まあ、先ほど田村さんからもお話がありましたように建設工事というのはずっと減ってきてるわけですね。ですからもともと黙っとっても売上が下がるわけです。どうせ下がるんなら初めからもう成長を追わないように違うというのが当社の考えです。もう一つ、その代わり家庭と一緒で収入が減れば支出を抑えればいいわけですから、で、2番目あるようなその強い会社を何とか考えようと、全員で考えようということでいろんなコスト削減やっております。まあ、一つ一つは多分皆さんもやってるようなコスト削減だと思いますけども、ただそれがやっぱり仕組みを作ってきちんと
経費項目とかそういった項目を一つずついくつかに分けて、女性に担当してもらってます。いくつかずつ、例えば交際費とか光熱費とかいう形で、いくつかずつの経費項目について女性が担当していただいて、年間、きちっと管理して、で、定期的に 2,3 ヶ月おきには、社内にフィードバックして、で、これぐらい今あの目標からこれぐらいの費用がかかってますと。例えば交際費であれば、これぐらい、今経過してますと、まあ、社長そろそろ抑えてないとか、まあ、いろんな形でそういうフィードバックをしながら、計画的にコストを抑えるとかいうようなことをやってます。それから、女性がやっぱり管理してるんですけども、営業は今まで、それまでは、自分で仕入れの取引先には、発注したものを、やっぱり営業に任せておくと、とにかくお客様から注文を受けたものが早いところにすぐ注文して値段交渉とかいろいろやらないわけで、でそれではなかなかその利益上がらないということで、これもやっぱり女性にお願いして、まあ、仕入れ交渉の、まあ、経過表みたいな、まあ、簡単な紙を作って、まあ、それを営業の方に渡して、きちっと何社と交渉して何日に何回交渉したとか、まあ、いうようなことを書いてもらって、簡単にで担当その女性が、チェックして、交渉が足らなければもう少し交渉したりとか、まあ、赤鉛筆で書いて、渡したりとか、まあ、そういうことをして、できるだけ、営業のそれぞれが交渉してもらうように、していただきました。で、女性もその厳しいことをやらずに、単に会社の仕組みとして、ある程度目標が総利益率何パーセントというのがあったら、まあ、それに、どうだこうだということを紙に書いてコメントを出すだけですから、まあ別に、厳しいこと言うわけじゃない。でもそういう習慣をつけさせるためには、常にそういう仕組みを作っておけば営業もきちっと守っていただきます。で、当時、総利益率が平均すると 12-3% ぐらいかなと思ってましたけども、今だと大体もう 30% 越してます。それだけやっぱり女性がきちっと繰り返し行ってきてるんで、やっぱり何でもやっぱり継続は力とよく言いますけども、やっぱりずっと継続するってことが大事ですよね。ちょっといい時だけ環境が良ければ、悪くなったらそうするけども、良くなったらもうそういう仕組みはいつの間にかうやむやになるということになると、なかなか続かないんですけど、当社はそういう経費項目とかいろんなその仕入れの交渉のこととやるとか、いろんなそのことについて、とにかく出るものを抑えていこうということを全体的に取り組んでいます。でそれが中心になっているのは女性が中心になっています。まあ、一つは女性が何をしているかということは、やっぱり育児休業もご承知のように、十数年前に、施行されたんで、まあ、当社当然 100% みんな取ってますし、一番多い人は4人分くらい取ってます。今一級中の子でも3人目が3回目取ってます。今3人育児休業に入ってますから、どうしても全体的な余裕がないと、人的なゆとりを持たないと、それはなかなか難しいですよね。まあ、男性もそうなんですけども、やっぱり本社の方に少しゆとりを持つと、各センターで、有給とかいろんな休みが、出てきた時に応援に行くとかいう形でやれるわけです。そうしないとギリギリの人事でやろうと思えば多分無理なんです。でその分人件費がかかった分、じゃあどっかでカバーしようというのが今お話しするコスト削減、まあ、いろんな形で出るものを抑えるということで言えば、例えば学生の入社案内なんかも今社員が全部作ってます。当社のホームページも全部社員が作ります。あるいは学生のその説明会用のビデオも社員が女性が一緒にビデオを持って個人現場で営業とお客さんが話しているところとか、センターでいろいろ男性が仕事しているところとか、まあ、いろんなところを取って
それを編集して学生にビデオを回したりとかいう形で、とにかく抑えることは抑えながら、そうすると結果的にそれだけ人的ゆとりを取った代わりに、取った分少し、人件費が上がっても、それ以上に全体的なコストを抑えれば、結果的に、それがゼロになったり、あるいはうまくいけばマイナスになれば、会社はきちっと利益が出るわけですよね。ただそれはなかなかその数値化するっていうのは難しいかもわからないですけど、まあ、ただ当社がやっぱりもう10年近くずっと決算書というのは、夏と冬と別に決算書を10年継続して、支給してますから、まあ、結構それだけの利益を出しているということで言えば、そういう結果が出ているわけです。そうするとやっぱり成長をある程度抑えると、その無理やり売り上げを伸ばそうとすると、それにかかる流動費も含めていろんなコストがかかるんです。お客様の要望とか要求というのは大体コスト高になるんですよ。そういうの全部断ったらコストは抑えられるんです。だから当社は交際も一切使えません。ほとんど年賀状も出しません。お中元お歳暮も出しません。私ももう20年ぐらいお客様のところも見たこともないです。お付き合いもしたこともないです。そういうことで抑えていけば、そうすることによって多少売り上げが伸びるかもわからないですけども、でもデフレ社会でこれだけ頑張っても売り上げが伸びないんなら、初めからもう伸びないという前提で、いろんな、ことを考えた方が、まあ、得かなと、まあ、私の言ってることが正しいとは言いませんけど、まあ、これも一つの選択肢じゃないかなと思ってます、まあ、そういう形で、まあ、当社はやっています。それからもう一つはその備えるという財務ですよね。これはやっぱりある程度長期的に、企業というのは当然、短期的なことでスタンスで、物事を考えるわけじゃないんで、やっぱ5年10年先のことも考えながら、まあ、財務三表と言われるような PL、BS、CS というものをずっと考えながら、そういうシミュレーションを出していって、先ほどから言う成長がない、売り上げが下がった時に、じゃあ10年後はどうなるのか、下がっていき続けるとどうなるのか、数字で財務ではどうなっていくのか、でその中で、資金はどういう流れに、キャッシュローというのがどういうふうに流れていくのかということを常に考えておけば、まあ、よく言われる災害と一緒で、リスクが起きてからです、慌てたって難しいですね。だから健全な時にそういう売り上げが下がって10年後、5年後、5年後、10年後にどうなっていくかということを常にその数字の中で、パソコン、エクセルを使えば自由に今はできるわけですから、まあ、そういうのを、使って、財務、裏付けになる資料を作って、まあ、できるだけ、もし予想以上に売り上げが下がっていったときにはどうなっていくのかというのを事前に、私なりに把握したり、予測したりしながら、そうすると実際そうなった時に、まあかなり備えがあれば売れなしですから、まあ、そこまで今まで下がったことはありませんけども、しかし災害ですで起きた時にはどう、起きてからでは遅いんで、まあ、事前にそういう予測を立てながらやっております、まあ、そういう意味で、耐えるというコスト削減と、まあ、財務、キャッシュフローをどう考えるのか、ストップで考えるんじゃなくてやっぱりフローで考えていかないと、やっぱ企業経営というのはなかなか難しいわけです。まあ、そういう形で、当社やっています。まあ、ちょっと時間もないんで、まあ、3番目のモチベーションは、まあ、こういう形で、まあ、これも研修も自社内でもう 自社だけでやってますから、もう講師を呼ばずに、社員が講師になったり、で社員が、グループ討議でいろいろ会社の課題や問題を話し合うという、これをすることはやっぱりその研修という場を通して、そういう場を準備すると、社員は自分たちの仕事のことを振り返ることができるんですよね。
そういう場じゃないとなかなか社員は自主的に自分の仕事のやり方とかやってきたことについて考える習性はありませんけど、こういう社内研修をやることによって、できるだけ、自分の仕事を少し考えていただくというようなことには役立っています。それから委員会活動というのもありますけど、まあ、年間大体14、5本やってます。まあいろんな形で、これはサークル活動というのがあるんですけども、まあ普段は大体体育館を利用して、まあ、バレーバスケットやったりバドミントンやったり卓球やったり、いろいろやっております。あるいはまあボウリングやったりソフトボールとか、まあ、年間14本ぐらい各委員会の人たちが年間スケジュールを考えていただいて社内に、発信して参加者を募って、そういう、サークル活動を通して社内の人間関係をより良いものにしたり、あるいはコミュニケーション、仕事以外で少し社内のコミュニケーションを取ろうということ、これも20年ぐらい前からずっとやってます。そんなにお金はかかりません。体育館なんてご承知のように、予約はあるんです、必要でしょうけども、まあ大体5、6000円あれば30人でも40人でも楽しめるわけですから、ですからまあ工夫すれば大企業みたいに、体育施設とかそういうものがなくても十分に対応できるんじゃないかなと思っています。まあ、そういう形で、いろんな形を通して地を働かして中小企業ながらなんとか社員のモチベーションを維持できるように、やっぱり刺激を与えたり緊張感を持たせたり、何かにこう仕事のことで何かに関心を持たせたり、やっぱ関心を持たせたり刺激を与えたり緊張感を持たせるということを何かいろんな形でやらないと、中小企業というのは大企業みたいに転勤とか移動なんてなかなかないんで、まあ、そういう意味ではやっぱそういうことを通して少しでも、社員に緊張感を持ってもらいたいなということで、まあ、いろいろ工夫しながら、やっております。まあ、大体、時間なんで、まあ、大体当社の取り組みということで、まあ、中小企業なんで、まあ、それほど、大きなことをやってるわけじゃありませんけども、まあ、そういう形でなんとか、事例報告ということに返させていただきたいと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。その、交際費の、ね、チェックをその女性にやってもらいましたっていうくだりがありましたけど、多分その属性が違う人が見るから言いやすくなるみたいなのはないですか。その男性の職場で普段一緒に交際費使っている人がチェックすると、いやあれやっぱり削れないなみたいなのがあって、属性が違うというか違う視点から見れるという意味で女性がやってるっていう効果があるっていう、そういうふうに私読み解いたんですけども、そうでもないですか。属性というのはやっぱり女性はやっぱり、当社の女子社員、まあ、30人弱ぐらいおるんですけど、大体、半分ぐらい、家庭持ってるんで、まあ家庭では主婦もやってますからね。そういう意味ではきちっとそういう男性よりもそういうことにきちっと細かくやってくるんじゃないかなというようなことでやっていただいてます。まあ、なかなか3年かけて浸透していくまでっていうのもありまして、諦めずに続けるっていうところもすごく大事なのかなというふうにお見受けしましたけど、そうですね、やっぱり、はい、続けるって大変なんですけども、まあやっぱりちょっと落ち込むこともありますけど、なかなかその1年で結果が出るわけではありませんしね。ですからまあそういう面では私は一人が学生時代が登山部だったんで山登ってますけど、はい、まあなかなかうまくいかない時は山登って雄たけびいつも上げてました。ありがとうございます。では続きまして、秋元さんですね、からご発表いただきます。タイトルが共に歩むということでいただいております。日泊株式会社代表取締役であらされます秋元律子さんです。よろしくお願いいたします。ただいま紹介をいただきました日泊株式会社の秋元でございます。半世紀に及ぶ障害者と共に歩んでまいりましたことを今日の30分でお話しするのは非常に難しいことではございますけれども、皆さんも長時間にわたってきちっとしたお話、講演やら事例発表をお聞きになってお疲れだと思いますので、どうぞ私のお話は気楽になさってお聞きくだされば幸いでございます。それでは共に歩むということでお話をさせていただきます。
まず私どもの事業所は横浜市港北区新羽町というのは、新横浜から歩いても10分ぐらい北新横浜駅の近くにございまして、会社の名前はこの新羽町のニッパーをいただいたものなんです。で、昭和36年に創業しまいたしました頃にはこの新横浜というのは本当にあのペンペングサが生えてたようなあの会社から、昭和39年に新幹線があの走りました時には会社から新幹線が見えたんです。それが今は大都会となりまして、非常にあの工場を営んでいく上では都会型工場となってしまったものですから、あの周り近所の方々の、とかいろいろな融和で大変にあの難しい状況の中で営業をしております。で、事業内容といたしましては、パッケージ部門、いわば箱屋でございます。そして生活関連部門、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ゴミ袋など生活に関するものも製造販売しております。それから記念品、特注ブロンズとか、贈答品、それから、横浜グッズのチャルなどを、まあ、販売しておりまして、障害者の方が働いていらっしゃる部門は主にパッケージ部門でございます。で、まあ、ニッパー株式会社というのは、まあ、55年の歴史がありまして、現在ですね、継続中の横浜市の CSR 最上位認定で、継続しておりますものも、これはあの私どもがあのこういう認定があるから急にやった、あるいは表彰があるからそれ取り組もうということでは本当ないんです。会社が自然体でやってきたことが時代が今要求しているだけで、ほとんどがもう今取り組んだことは一つもございません。で、横浜市の CSR っていうのは、まあ、地域貢献型企業ということで、項目が65項目ございましてチェックされるんです。中小企業診断士の方が3名来られまして、65項目を一つ一つバックアップを取りながら、調査されまして、 ISO の3倍ぐらいあの厳しい審査でございました。それを私どもは64項目通りまして最上認定となったわけなんです。はい。それから横浜市のグッドバランス賞っていうのはワークライフバランスなんですね。これはあの最初は私どもも表彰という形で最上位で表彰されてたんですが、今現在は回数なんです。毎年やってるかどうかの確認審査になりまして、それがあの継続して数が多い方が高いという評価に変わってきました。で、このグッドバランス表彰も、まあ、あの社員の先ほどもあの拓真産業さんがおっしゃられましたように、継続は力なりということで、社員 の, あの継続雇用は会社の資産であり力でございますから、あの女性も男性も働きやすい環境を作って長くいていただきたいと思ってずっと取り組んできたことがこのグッドバランス賞になっております。で、この取り組みに関しましては、あのまああの多能職化とか短時間勤務、振り替え勤務、細切れ勤務、不妊治療に支援、男性育休の支援とか細かいことを言いますとたくさんの支援をしてグッドバランス賞となっております。で、ハマライゼーショングランプリというのは、まあ、私どもが長期にわたって障害者の安定雇用をしているので横浜市からあのハマライゼーショングランプリをいただいたものでございます。で、神奈川県の障害者雇用推進企業というのは、これは申請したわけでも何でもなく神奈川県の方から
まあ、頑張ってる企業だということで推薦状をいただいております。職場風土改革推進事業実施事業主というのも、同じでございまして、職場風土の改革を推し進めて、必要な時に必要なことを自然体で成していくという方向でやっております。で、現在は経営革新支援法の承認をいただいて、ますます労働環境を改善していく方向で取り組んでおります。で、ニッパの障害者との関わりでございますけれども、昭和35年障害者雇用促進法が制定されました。しかし運用は全くダメでございました。長い長い道のりがかかりまして、私どもこの社歴と同じように55年間後に今ようやくですね、障害者パラリンピックなどもこう障害者と健常者がノーマライゼーションでこう過ごせる世の中になってまいりました。これには約半世紀かかりました。その間私どもは知的障害者と申しましても、うちの方で働いていただく障害者というのはほとんどが重度知的障害者なんです。どこの企業でも採用してくれない、とても働けないような方々が職案を通じたり、あるいは施設を通じたりしてねじ込んで、しまわれて私どもが雇用するというような形が多くございまして、非常にその辺は重度多数雇用事業所として55年間させていただきました。で、身体障害者の方も、30年間雇用しております。で、精神障害者も28年経験がございます。で、まあ、精神障害者は雇用していらっしゃる企業の方も多いと思うんですけれども、まあ、入院しますと半年ぐらいね、復帰できないもんですから、まあ、20年おそらく雇用している間には5、6回そういうお休みをなさってまた復帰するというようなことを繰り返しちゃうんですね。決して治って完全にな復帰ということはありえないもんですから、非常に精神障害者っていうのは難しい部分でございます。で、視覚障害者においてはこの8年間雇用させていただいたのは、ヘルスキーパーをこう、まあ、置くというのが流行りっていうんでしょうか、風潮の時代がございまして、ヘルスキーパーとして雇用した人を、まあ、マッサージ師として訓練をさせていただいて、デビューするのの支援をさせていただいてたんです。平塚盲学校とか大口の盲学校から卒業生を受け入れまして、まあ、空いてる当時のビルの一室で訓練をしていただいて、約1000人ぐらい、500人から1000人を練習しないとデビューできないもんですから、肩を貸して、あるいは体を貸して訓練をしてデビューさせていたと、そういうことをやっておりました。で、まあ、長い歴史の中の、取り組みはいろいろございます。語ればもう本当に何時間もあるんですけれども、まあ、とにかく障害者を雇用した場合、安定雇用につなげなければ何にもなりません。雇用はしたけれど六一調査まで行ってあとはさよならっていうんでは、障害者と関わりはほとんどないことになりますので、安定雇用ってじゃあ何年ぐらいが安定雇用って言うんだろうってよくおっしゃいますけれども、私は最低でも5年、そして10年20年続けていくことが安定雇用ではないかとかように思っております。で、まあ、当時昭和36年に当社が生まれまして、その時から雇用マニュアルなんてあるわけもありませんし、お手本もありませんし、ハローワークでは今のように援護の部署も何にもないんです。むしろハローワークに障害者が職を求めて行った場合、もう帰れ帰れって相手にされなかった事態なんです。今でしたら大変ですよ、そんなことしたらすぐにね、文句が入りますから大変なんですが、昔はもう全然相手にされない状態の中で、じゃあどうやってニッパに来たのかっていうと、親が直接雇用で連れてきちゃうんですね。で、私どもが複数雇用する
一番きっかけになりましたのは愛育寮から親も、まあ、兄弟もちょっと見れなくなった状態で寮に入ってる、まあ、その寮生を非常に熱心な女性の先生が一生に一度でもいいから働くということを経験させてやりたいから秋元さんお願いだから2週間ほど実習でさせてくれないかって見えたんです。で私も7人だったもんですからうわどうしよう7人も受け入れて大丈夫かな面倒見切れるかなと思ってまあこわごわ受け入れたところ健常者の社員たちはなんでこんなの受け入れるんだよ邪魔だよ早く戻せよってまあバッシング受けました。全然もう受け入れてくれないんですね。それは確かに一番出来の悪い人は数も数えられない文字も書けない人でした。でその7人の中で優秀な方はエリートと呼ばれててこれはもうある程度新聞を読めるような社会性のある、まあ、軽度の知的障害者だったんですけれども、まあ、2週間が終わりまして一番出来の悪いのと一番成績のいいのと2人雇用してみました。そうしますと成績のいい方は社会性がありますから1年も経たないうちにもっといいところがあるんじゃないかなんてことを言い出しましてね自分で勝手に面接に行って就職をしてしまったなんかねそこ の面接に行った会社から秋元さんこういうの来たけどお宅の社員じゃないなんてね連絡があってね、まあ、そんなことする子っていうのは続かないから、まあ、先生とお話ししてね、まあ、それはそれで引いていただいたんですけれども一番出来の悪い数も数えられない字文字も書けない子は一日一日がお勉強なんです。積み重ねで定着してしまったんです。なんと30年間いました。でこの子それから近所の子何人も障害者がいたもんですからその、まあ、体験の繰り返しから、まあ、立派なりにパターン化してマニュアル化していきましてですねどうしたらその安定雇用になるかっていうのを私も学ばせていただいたんです。しますと大体結論は健常者が健常者から必要とされることがこのノーマライゼーションを成し得て障害者とこううまくこうなし雇用関係が確立していくのではないかということが分かったんです。そのためには健常者があまり好きではないお掃除それからゴミ処理そういうものを頑張っていただきました。もちろん一人ではできませんからマンツーマンでお掃除の仕方を教えたりですねそれからゴミ処理の場所を繰り返し繰り返し教えましてそれができるようになっていった。そうしたら障害者がある日休んだら健常者も「あの子どうしたんですか?」って聞くんですね。あれあなたたち障害者邪魔にしてるんじゃないっていらないって言ったでしょって言ってたでしょって言ったら「いやいるんですいるんです必要なんです」って言い始めちゃったんです。で会社の雰囲気は変わりました。その掃除とかゴミ処理が彼らの仕事として確立してあったからいなくなっちゃった時に困っちゃったわけです。いないのがとっても不便だと感じたんですね。そうすると障害者を大切にする一つのきっかけができました。そして彼らはめったに休まなかったんです。居場所さえあればどんなに遠くても通ってくることが分かったんです。厚木から2時間半かかって通う子それから藤沢の全容からやはり2時間ほどかかって通う子新横浜までですよ。そんな子はほとんど休まないんです。居場所があれば彼らはもう吸い付くように通ってくれるんですね。それがとっても大事なことだと分かりました。それから健常者と、まあ、接する時の返事あるいは挨拶のようなマナーを教えたんです。そうすれば健常者といい関係ができるというこの3つを徹底的に叩きました。そうしたら、まあ、みんながもうなんでそんな障害者なんか俺たちがね一般の仕事をしながら面倒を見なきゃなんないんだろうっていうのが誰も言わなくなってきました。だん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 それが確立して訳するには10年かかりました。本当のノーマイライゼーションを成し得るには10年かかりました。
まあ、あの苦労とか工夫とかっていうのは数知れずございますけれども、まあ、あの新卒の採用して育てるのも、障害者を育てるのも私は同じだと思います。で当社はあの新卒があの 85% なんですね、現社員で。ですから新卒を育てる時もやはり 1,2 年はかかりますし、障害者を育てる時も 2,3 年はかかります。ですから育てるという意味においてはほとんどが同じでございますから、あのその期間を使えばなんとか育つことが分かりました。で障害者の場合は特にあのマンツーマン指導をしなければならなかったんです。で繰り返すことが必要でございます。それからあのとてもあの特性っていうのがお一人お一人10人といろと申しますけれども、障害者の特性っていうのはものすごいものがございまして、あの自閉症なんかは英語の単語とか漢字はもうすごく学者並みにできてもそれを使えない、あの社会では使えない、あるいは単語にあのワードにできないんです。単語は単語はできてもワードにできないというような特性とか、あるいはあの電車の時間乗り換えの時間まで全部聞くと、あそこ行くにはどうしたらいいのっていうと、ここからこうやって乗り換えて何時何分に何があります、全部分かってる子もいるんです。そういうような自閉症の特徴、そういういいところもあの踏まえた上であの仕事にこう向かせておりますけれども、おおむねですね、あの私どもはあの収容ではございませんので、一つのフロアにあの障害者を固めておくということはないんです。まず健常者と障害者がマンツーマンで一つの機会あるいは二つの機会を持つのが常でございますから、見学においでになった方はどの子が障害者かは分かりません。これはとっても珍しいって言われました。でいろんな企業様からあの見学に依頼がございまして、あの見学をしていただいております。ほとんどはあの今だいたい収容っていう形で固めてね、あのお使いになっていらっしゃる企業が多いかと思いますけれども、あの取材に来られた方が健常者を移してしまったという失敗もございますぐらい分かんない。話せば分かりますよ、言語障害とか知的障害ですから、ちょっとあの返答が遅いとかですね、答えてる方がうーんなんて言ってね、あの話がうまくできないので分かんないですけど、仕事になったらすごいですよ。もう本当に飽きもしませんし、繰り返し教えた仕事はもう間違いなくやりますし、あの本当に健常者と負けないぐらい働いてくれます。ですからあの特性に関してはね、もっと後でもしお時間があったらまだまだ話したい特性がいっぱいあるんですけれども、次に参ります。職業、この雇用率というのがございまして、今 2% になってしまったんですけどね、あの神奈川県には障害者雇用問題専門委員会でございまして、これがあのすごくそのパターンもないマニュアル化もない時に活躍したんですね。で県に一つ雇用開発協会っていうのがあったんです。で蓮舫さんの事業仕分けで潰されました。とても残念なことでございますけれども、なくなりまして、私はそこのあの障害者雇用問題専門委員会の副会長させていただいておりまして、このパターン化作りマニュアル化作りにあのかなりあの時間を費やしました。それからあの全国重度障害者多数雇用所事業所協会っていうのは、これは今もございますが、この方たちにあの属している方たちもかなりこのマニュアル化とかパターン化に寄与されて雇用率を上げていかれたと思います。この件に関あの重度雇用多数雇用事業所協会では全国で ありますから、私も全国にあのそういうあの雇用しましょうねっていう講演にあの寄与させていただきました。で2番目の障害者職業生活相談員の設置っていうのは、5人以上の障害者を雇用して いますと、法律であのこの相談員を置かなければならないということが義務付けられておりますので、この認定講習が年に 1,2 回ございまして、この事例発表というので16、7年間私はあの
そういう講師を務めさせていただきまして、まあ、雇用率向上に寄与させていただきました。で3番目でございますけれども、会社が正常に運営するには人物金が必要でございまして、障害者が多数雇用して、支援ができるということは会社が正常に回ってるからということでございますから、そのお仕事がなくなったらもう会社というのはおしまいでございますので、ちょうど平成11年3月、まあ、バブルもはじけてお仕事もだんだん乏しくなって、まあ、障害者の仕事も安定を欠くような時期もございました。その時に、県知事が岡崎さんだったんですね。神奈川県知事が、私は直訴いたしました。知事、こんなことではね、障害者の雇用は解雇しなければならなくなる。そうした時に福祉に関わるお金と支援をいただくね、物品を調達で支援をいただくことと、どちらが経済効果がございますかと詰め寄ったんです。そしたら岡崎さんは分かったと同調してくださいまして、障害者の仕事を確保しようということになりまして、現在も生きております物品調達優先発注ということが全国に広まりました。これは神奈川県から始まったんですよ。私と岡崎さんがお話をいたしまして、それで当時 の労働事務次官、当時は厚生労働じゃなくて労働事務次官だったんですね。労働事務次官からでかしたでかしたというようなお話をいただいて、全国的に広まって、今なおこの優先発注というのが守られておりまして、作業所とか持参所とかにはそういう観光事が行われていると思います。それはもうなんと平成11年3月のお話でございますから、そんなに遠いお話ではないんです。次に参りましょう。それから今現在は、まあ、パラリンピックとアビリンピックという、まあ、仕事の競技はアビリンピックでございますけれども、これの種目の中で施工部門というのがございまして、製品パッキングというのは今日現在もございます。それも神奈川県の当社が、一番こう積み立てて分かりやすい、競技のしやすいものがありますよということで、デモンストレーションをさせていただいて、製品パッキングを、神奈川県のアビリンピックに組み込んだんです。その中の競技の一つの、一番この皆様のお手元の左側にニッパコーナーっていうのがございますね。これは発泡スチロールでコーナー補正がほとんど世の中に使われたものを、私どもの会社では段ボールの組み込み式に変えて環境製品を作ったんです。それがニッパコーナーっていうものなんですけれども、それを競争で、まあ、3分なら3分で何個組み立てられるかを競争しているわけなんです。今なおそれは続いております。あとは製品に組み込んだものの競争とか、きれいに梱包したかどうかということで競技になっております。その競技の確立も独立法人障害高齢若年なんとか機構というところが大勢で来られまして、当社の工場見学に来られて、まあ、これをやってみたいということで全国大会でデモンストレーションに当社の障害者たちが行きまして、それで全国の種目となって今もなお生きております。それから、5番目でございますけど、作業所っていうのはまだ働けない、雇用に及ばない障害者たちが働いております。で雇用しますと最賃法っていうのがございますから、現在では神奈川県は930円でございます。それで1日働けば8時間働けばかなりの金額でございますから、作業所の場合は、まあ、せいぜい1万円前後なんですね。出来高制なんです。ですから、まあ、ひどい人は1000円とか2000円しかもらえてないわけなんです。えらい差があるんです。でそういうところも、まあ、雇用の準備段階として、まあ、なくてはならないところだと思いますので、この作業所にも私どもは二十数年間切れることなくお仕事を供給しております。で多い作業所は1ヶ月に十数万円お支払いしてますから、
どのくらいの作業量かをして知るべしだろうと思います。かなりの量の、仕事が行っております。で、彼らの場合は気が向かないと働かないんですよ。なんか鼻くそむしってたり、あっち向いて吠えしてたりしててね、働かないもんですから、出来高がね、そんなにたくさん積み上がらないもんですから、その十数万円でも多いんですよ、これは。そんな状態で長いことを続けさせております。ですから私どもは、まあ、長いだけで大したことはしてないんですけれども、まあ、障害者の自立支援に加担させていただいておりまして、まあ、これは本当に自然に真心から発生したものでございまして、決して美談を語ったり自慢したりするものではないということを肝に銘じて私は取り組んでおります。ですから障害者を最近はビジネスになさる企業がございます。職業を斡旋したりですね、訓練と名を持って障害者を集めたりする企業があると本当に私は心が痛いです。どうしてそういうことをするのか。障害者は決して商品ではない、人権があるとかように思っております。で、現在抱える問題はですね、平成25年度から障害者も社会保険に加入することになりましたね。それは企業の皆さんもご存知かと思うんですけれども、これがとっても負担になるんです。いわば手取りというのが、まあ、先ほど言いました最賃法で働いた人は15、6万持っていきますが、それに関わる社会保険料が2万4、5千はかかると思うんですね。それは引かれちゃうわけですよ。で、その社会保険を加入してない時代は雇用保険だけですから、それはそのまま持って帰れたんですけど、まあ、将来障害年金がございますからね、厚生年金かけててもかけなくてもそう変わらないと思うんです。それが義務付けられたんで、かなり持っていくお金が減りました。まして除外申請している6万ぐらいの給料の人も1万2、3千社会保険料として差し引かれるんです。そうしましたら、自立支援をしている我々としては、まあ飲食10のうち飲食ぐらいね、自分でやって賄ってほしいのでやってるんですけれども、6万円で1万2、3年引かれちゃったら、ちょっと飲食は無理ね、食べるのもやっとっていう感じになるので、本当に困った問題を抱えておりますので、これは何とかしなければならないと思っております。税金は扶養家族1なんです、障害者の場合はね。ですからそれはまあ控除していただいているのでありがたいんですけど、社会保険料の加味はございません。それは非常になんか私は問題なと思っております。で、2番目の幼児健診による障害者扱いっていうのは、結局日本における障害者基本法ではね、障害者の定義っていうのがございまして、国際の、国際法の障害者の定義と若干食い違うんですけど、治療しても努力しても治らないっていうのが、まあ、障害者ということなんですが、この幼児の検診に行って、まあ、3歳児検診あるいは就学前検診に行った時に、カウンセラーから、まあ、かなりのパーセンテージで、お宅のお子さんは機能障害の疑いです、言語障害の疑いです、あるいはコミュニケーション障害ですとか、いろんなことをおっしゃるんですよ。で、その度にまあ、多分お母様がついていく率が多いと思うんですけど、母親は非常にショックを受けて、で、言われることがほとんどがもっとお子様と接する時間を持ってくださいって言うんです、カウンセリングが。そうしますと、先ほど の女性たちを雇用していくワークライフバランス、グッドバランスとかっていうのに反して職業を放棄しなければならない、休みが多くなっていられなくなってしまうんです。で、訓練に行きなさいとか、もっと面談に行きなさいとかっておっしゃるんで、その度に休んだり早退をしたりしますから、職場にいにくくなります。その結果が離職につながります。それって今女性活躍推進法、今年は元年で法ができましたね。それと逆の方向に行ってるんです、逆らってるんです。ですから決してこれは
あまりカウンセリングは自分の仕事として確立したいがために機能障害だ言語障害だあのコミュニケーション障害だっていうことをおっしゃられてこう記録レポートに書かれて仕事をしたことをこうパフォーマンスなさりたいのは分かるんだけれどもあまりそれを露骨にやられますと職業を失うご婦人が多くなりがっかりなさるひどい人はちょっとうつ病にさえなられました。こういうことがあっていいものかと私は非常にこの障害者という言葉を使うカウンセリングには困っております。それから3番目の保護雇用でございますけれどもまあ、雇用には本当の自立した雇用要は税金まで払う雇用ですね。先ほど言った最賃法まで、で働いている人は税金払いますからこれは自立した雇用なんです。で保護雇用っていうのもこれは特例子会社に多いんですけれども会社の利益をそちらの方に流しているといわば雇用率のために流しているというのが保護雇用で就用なんです。せっかくの能力のある方をあんまり一生懸命働いていただかなくてまあまあまあ怪我をしないようにやめないように適当にっていうのがこの保護雇用なんです。能力すごくあるんです。障害を持つ方もですからフルに活用していただければ最賃法どころかもっと高い給料で働ける人もいるのにどうもその保護雇用が邪魔をしているような気がしてなりません。ですからちょっと問題なと私は思っております。まあ次には希望といたしましては最後に加齢化にもう加齢化になりますね。どんどん障害者雇用ももう50年の35年に法ができてからもう50何年経ってますから障害者も雇用されてから長年経ちますと人間と同じように高齢化してまいります。そうしますと加齢化の問題が出てまいります。で彼らは結局どこに最後は行くんでしょうか。高齢者のね特養とかそういうところに行くということになるのかしらと思うんですけれども、まあ、複合施設というのがあったら私はとてもいい世の中になるんじゃないかなと思うんです。複合っていうのは障害者も高齢者もあるいは乳幼児はですね、まあ、そこに保育園があったりして複合的な施設ができればいいかと思うんです。でも今はみんな独立して高齢者施設であり障害者施設であり保育園でありというようなみんな分かれちゃってるんです。それが複合して地域にできればいい世の中になっていくんではないかなという具合にかように思う次第でございます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではちょうど時間ですので、ここで休憩を挟みますが、冒頭申し上げました通り質問用紙をこの時間に回収をしたいと思います。質問用紙はあれですかね、また案内していただけますか。はい、では一度お二人に拍手で感謝をお伝えいただけたらと思います。ありがとうございました。